CA ジュベントスは、ブラジル・サンパウロ州も丘を本拠地とするサッカークラブである。ブラジルには、ジュベントスと名乗るクラブが他にもあるため、サンパウロ州の略称を表す SP をつけて、ジュベントス SP と表記されることがある。1924年4月20日、イタリアから移民してきた企業家、ロドルフォ・クレスピによって、コトニフィッシュをロドルフォ・クレスピ FC が設立された。 当時は黒、白、赤のクラブカラーを採用していた。1929年にはサンパウロ州選手権2部で優勝した。1930年、クラブ名をイタリアサッカークラブのユベントス FC にちなんで、現在の CA ジュベントスに変更した。創設者であるロドルフォ・クレスピがユベントスのサポーターであったことが理由である。ユニフォームも当初は、 ユベントスのクラブカラーである黒と白を使用する案もあったが最終的にはユベントスと同じトリノを本拠地とする FC トリノのクラブカラーと同じエンジと白を採用することとなった。ありがとうございます。